ナセル・シャドリは、ベルギー王国リエージュ州リエージュ出身のサッカー選手。ベルギー代表、イスタンブール・バシャクシェヒル所属。ポジションは、ミッドフィールダー、ホワード。ナセル・チャドリと表記されることもある。スタンダール・リエージュや、MVV マーストリヒトのユースチームでプレーし、2007年の夏、オランダのアガーブ・アペルドールンに移籍した。同年、FC。 フォレンダム戦でプロ初ゴールを記録した。2010年の夏、FC2 エンテに移籍した。8月6日、ローダ JC 戦でエールディビジデビューを果たした。10月30日、PSV アイントホーフェン戦で移籍後初ゴールを記録した。11月24日、インテルナツヨナアルミラノ戦に出場し、UEFA チャンピオンズリーグ初出場を果たした。11月29日、 トッテナムホットスパー FC 戦でチャンピオンズリーグ初ゴールを記録。2013年7月21日、移籍金700万ポンドで、トゥエンテとのクラブ間合意が報じられ、同月26日には個人条件でも合意に達し、トッテナムへの移籍が成立した。トッテナムでは3シーズンで公式戦119試合に出場し、25ゴールを記録した。 2016年8月29日、遺跡金1300万ポンドで、ウエストブロムウィッチアルビオに FC へ遺跡した。2018年8月30日、AS モナコと3年契約を結んだ。2019年8月11日、RSC アンデルレヒトに1年間の期限付き遺跡が発表された。2020年9月10日、イスタンブールバシャクシセヒルと2年契約を結んだ。 ベルギーとモロッコの国籍を持つことからどちらの代表でプレーするか決める必要があった。2010年11月にはモロッコ代表として親善試合来たアイルランド代表戦に出場した。2011年1月28日、ベルギー代表としてプレーすることを発表し、2月9日、フィンランド代表戦で初キャップを記録した。2011年3月29日、 UEFA ユーロ2012予選のアゼルバイジャン代表戦で代表初ゴールを記録した。2018FIFA ワールドカップではベスト16の日本戦、後半途中にマルアン・フェライニと共に起用され、2から2で迎えた後半アディショナルタイムに決勝点を決め、勝利に導いた。3位決定戦のイングランド戦では先発し、トーマス・ムニエの先制ゴールをアシストしたが、 負傷で前半途中に交代を余儀なくされた。UEFA ユーロ2020では、準々決勝のイタリア戦で、試合終了後間際に投入されながら、すぐに負傷し、わずか3分で交代させられる屈辱を味わった。ありがとうございます。